ここがこれから俺が通う高校か。なぜだ、なぜ学校に地雷が。立て、遅刻者。誰だ貴様。この俺を知らぬ奴がいたとはな。本弱肉学園で終盤を任されている城之内高一だ。さあ、おとなしく生徒手帳を渡してもらおう、遅刻者。ちょっと待て、生徒手帳も何も。俺は今日からここに通う転校生で、登校初日は1時間目が始まってから来なさいって先生が言ったんだ。そういう風に。だから遅刻じゃないんだ、分かったか。そうか、それじゃあ先生が死ねと言ったらお前は死ぬんだな。ようやく自分の犯した過ちに気がついたようだな。それでは引き続きダメージを与えるとするか。先生が石を食えと言ったら食うのか。毒汁を飲めと言ったら飲むか。やめてくれ、もう言わないでくれ。いや、言ってやる、とことん言ってやる。靴下の匂いを嗅げと言ったら嗅ぐのか。パンツ履きなと言ったら履かないか。北海道に行けと言ったら行くか。日高のり子と結婚しろと言ったら本当に結婚するか。形勢はここに大きく逆転した。一つの例えのため、今まで積み重ねていた論理全てが覆されたのである。俺が遅刻じゃないことが証明されたようだな。じゃあ通らせてもらうぜ。俺が間違っていたのか、この俺が。いや、そんなはずはない。高校野球では審判が神であるように、高校生活では終盤が神であるはずだ。待て。勝負で決着をつけるしかないようだな。あ、ちょっと、こら、汚いぞ。口で負けたもんだから。黙れ。この学校ではスポーツや武道などの公平な条件の下でなら、言いたいことや欲しいものを実力で奪い取ることが許されているんだ。何？行くぞ。さあ、どうしてもやる気だな。いい覚悟だ、その通り。やるな。だが神の終盤をこれくらいのことで倒せると思ったら大間違いだ。おやめなさい、城之内くん。君は高村ゆかり。人のことを責める前に自分の立っているところを確かめることね。うわ、しまった、いつの間に。外出許可もないのに校門の外に出たらどうなるか分かってるわね。待ってくれ、わざとじゃないんだよ。じゃあわざとでなければ人を殺してもいいっていうのね。自ら墓穴を掘ったな。終盤の俺が無断外出。ありがとう、助かったぜ。あ、いけない、授業始まっちゃってる。じゃあね。ゆかりちゃんか。というわけで、転校生の滝沢昇です。よろしく。君の席はこの列の一番後ろだ。はい。何をするんだ、か弱い転校生に向かって。俺も一番後ろの席ってやつが欲しくなったんだな。グローブをつけな、転校生。俺とお前、どっちが一番後ろの席にふさわしいか勝負。また始まったぜ。伊吹得意の転校生意味だ。おい、伊吹。あ、ちょっと待って、滝沢君はまだ。先生は引っ込んでてもらいましょう。転校生とはいえ、こいつも今日からはここの生徒。そんならこの学園の掟に従うのは当然のこと。よし、そういうことなら受けて立ってやるぜ。そ
そうこなくっちゃな。行くぜ。おお、そいつは。おら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 。悪いな転校生。それじゃあ席を変わらせてもらうぜ先生。おお。くそあの野郎、両方の紐ほどけねえようにがっちり縛りやがって、とんでもねえやつだぜ。もう昼休みか。くそ、やつのおかげで午前中いっぱい伸びちまってたらしいな。あれ、みんなどこに。いや、気がついたのかい。みんなはグラウンドさ。君をぶっ飛ばした伊吹と終盤の城の内のボクシングの試合だぜ。何、いいぞやれやれ。負けんなよ。やっちまえ。面白いぞ。いいな、ローブローにバッティング、サミングには気をつけろ。いや、二人とも正々堂々とスポーツマンシップにのっとり美しく戦ってくれ。すごい盛り上がりだな。ああ、何しろ我が弱肉学園最強と言われる男二人の対決だからな。ところであいつらは何をかけて対決するんだ。ああ、そりゃほら、あれ、あの子だよ。あ、あの子は、この試合が私の恋人タイトルマッチであることを認定します。さあ、今戦いのゴングが打ち鳴らされた。一人の勝負をかけた2匹の野獣の熱い戦いの幕開けだ。おっと、いきなりすごい、すごい打ち合いだ。互角か。いや違う、一見互角に見えるが城の内は全然パンチを受けていない。すげえ、今の見たか。なんだ、恒星のキャスターして見たようだったわ。もう俺見てない、巻き戻してくんねえかな。ワン、ツー、スリー。意外とあっけなかったな。これであの子もあいつのもんか。セブン、エイト、ナイン。うわー、おっと、いぶき立ち上がった。まるで炎の中から蘇る火の鳥のように不死鳥いぶきの復活だ。 おっと、いぶきどうした。ドロースの攻勢に人間サンドバッグとかしている。なんだい、どうしたんだい。いぶきのやつ何考えてんだ。いや、これには何か深い作戦が。もしや、これが伝説のノーガード戦法。いや、いきなり立ち上がったんで立ちくらみしたんだ。しよう、おお、ダメだこりゃ。格が違うわ、格が。滝田君、ゆかりちゃんのあの目は、あの目は、あの目は、あの目は俺に助けを求めているに違いない。いや、絶対にそうだ。ゆかりちゃんをあんな奴らに渡すわけにはいかない。ゆかりちゃんは俺が守る。俺が入学した頃から目をつけていたんだ。貴様なんぞに渡せるか。黙れ、彼女は俺と一緒の方が幸せになれる。貴様みたいな不良が恋人じゃ彼女がかわいそうだ。知りやがれ、クズ野郎。Thank you.
ブルノックダウンだ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。おっと立ち上がった。先に立ったのは城の内の方だ。勝った甘いぞ城の内、本当の勝負はこれからだ。うっきゃー。何どうやら俺の見せ場が来たようだな。やめろ、やめるんだ。グローブは手にはめるもんだぞ。そんな風に踏ん回していいと思ってるのか。息吹、バカ野郎。手にはめるものを、はいそうですけど、手にはめるんだったら猿にだってできるんだよ。しかし、だなんだ、その親に一流小学校出て、一流中学校出て、一流高校出て、一流大学を出て、一流企業に入って、親の老後も保証しろと言ったら、はいそうですかと言われた通りに生きるのか。貴様には自分の考えというものがないのか。与えられた人生を歩んで、それで満足なのか。分かってくれたか。まあ、若いうちなら誰でも一度はそうなるんだ。気にするな。というわけでレフリーも納得してくれた。行くぜ城の内。これわけのわからん理屈を。ああ形勢逆転。息吹の平手なパンチの前に城之内棒立ちだ。おい見ろよ。おだめだ。ダウンダウンだ。城之内ピクリともしない。見ろ、あれは負けた者だけに止まると言われている伝説の鳥、負けだかだ。止まった止まった。全くためらうことなく負けだか城の内に止まりました。決まった、決まりました。すでに負けだか巣作りを始めています。息吹の完全勝利だ。高村ゆかり、これで君は俺のものだ。ちょっと待った。勝負俺がもらった。あなた今朝の。もう大丈夫、この俺が来たからには奴の隙にはさせない。貴様はさっき教室で倒した転校生。人呼んで滝沢昇だ。ルールを無視した勝敗のつけ方認めるわけにはいかない。もう一度この子をかけて俺と勝負だ。さあ大変なことになったぞ。滝沢昇と名の謎の転校生がいきなり乱入だ。そのシンクロトランクスはまさに燃える炎、炎の転校生だ。息吹挑戦を受けるか。この野郎、いつの間にゆかりちゃんと。レフリー、ゴングを鳴らせ。野郎ぶっ殺してやる。紐のつながってないグローブで戦う俺の実力を見せてやる。貴様こそ二度とそんな格好つけられないようにしてやるぜ。死ねえ。高村ゆかりに先に目をつけたのはこの俺だ。転校してきたばかりの貴様に取られてたまるか。黙れ。一番後ろの席はお前にやるが、ゆかりちゃんは絶対に渡さん。そう。やるな。しかし貴様なんかに高村ゆかりは絶対に渡さねえ。俺はあのゆかりちゃんのない胸がいいんだ。ダクト折れてしまいそうな華奢な体がいいんだ。膝をつけるとももに隙間のできる足がいいんだ。黙れ滝沢。俺だってゆかりちゃんは好きだ。胸も足も声も爪も髪も心の中もみんな好きなんだ。そんなら言ってやる。お前は転校してきたばっかりだから知らないだろうが、ゆかりちゃんのあのない胸がたまに膨らんで見えることがあるのを知っているか。どうだ、知らないだろう。あれは察するに硬い下着をつけてるか、パッドを入れてるか、どちらか。どうだ、可愛いと思わんか。俺もそういうゆかりちゃんのけなげなところも好きなんだよ。おー、 おい。
ットを入れてようが入れてまいが大きなお世話よ。ああ、伊吹ダウン、これは意外な展開だ。伊吹場外からの一撃で再起不能か。ワン、ツー、スリー。聞いたぜ今のは。まさか後ろから来るとはな。さすがのこの俺も予想が。お、シックス、おい、ちょっと待てよ。俺は別に滝沢にやられたわけじゃないんだよ。ノック、ほら、カウントを取るのはやめろった。見苦しいぞ伊吹、ゆかりちゃんにも見放されてるくせに。もう諦めろ。うるせえ。試合に勝ちさえすれば誰が何と言おうと高村ゆかりは俺のもんだ。おっと、伊吹居直った。これは醜い。伊吹醜い居直りだ。滝沢くん頑張れ。伊吹くんなんかやっつけて。そう、うまくいくかな。え、ねえ、それどういう意味。伊吹にはまだ恐ろしい必殺パンチがあるんだ。え、俺は生まれてこの方、あんな恐ろしいパンチを見たことがない。どんなパンチなの。いやだ、俺は言いたくない。ねえ、言ってよ。あれは見ただけで命の縮まるような恐ろしいパンチなんだよ。そんなおっと、どうしたことか。伊吹、ガードを下げてしまった。これは何かの作戦か、それともまたただの立ちくらみなのか。俺は見ちまったんだ。あれはとある昼休みのことだった。みんなで楽しく生徒ホールで飯を食っていたんだ。そうしたら、あー、ゴキブリよ。イブキ危ねー。イブキくん、殺虫パンチ。てる最中だってのに殴って潰しやがった。大好きなエビフライだったのに。ダメだ、思い出したらまた気分が。チキショー、俺も一生エビフライは食えねえだろうな。なんだ、パンチそのものが恐ろしいんじゃないんだ。心配して損しちゃった。どうした滝沢、打ってこい、打ってこいよ。よし、行くぞ、勝負だ伊吹。殺虫パンチ。出たー、伊吹必殺の殺虫パンチ。伊吹恐るべし、城のうちに続き謎の乱入、転校生滝沢もゴキブリのごとく必殺の殺虫パンチでコーナーに葬り去りました。まさに無敵だ。ゆかりちゃん、これで君は俺のもんだ。放課後待ってます。燃える炎の転校生滝沢昇は敗れた。伊吹の恐るべき殺虫パンチの前に倒れたのである。滝沢、君はこのまま二度と再び立ち上がることはないのか。いや、そんなことは許されない。君が正義なら勝つ、必ず勝つ。立て滝沢、このままではゆかりちゃんはどうなる。ゆかりちゃんの運命の鍵は君が握っているのだ。立て、立つんだ滝沢、頼むから。伊吹に再挑戦を申し入れた滝沢が編み出した新必殺技、その名も黒点パンチ。試合開始のゴングが鳴る。無責任な1000人の観客が見守る中、うなるか黒点パンチ。ゆかりちゃんの運命はいかに。迫り来る悪の軍団、そして総統 X の正体とは。次回、炎の転校生、うなれ必殺黒点パンチ、ご期待ください。滝沢くんの真似は危ないから絶対にしないでね。